ダンス神山由紀皆さんはダンスは好きですか日本では2012年から小中学校の体育でダンスが必須化されましたダンスを通して友達とのコミュニケーションを深め自分の体で表現できるようになることが目的だそうです ヒップホップを習う学校もあります。チアダンスは女子生徒に人気の部活です。また、1996年に公開された映画、シャルウィーダンスをきっかけに、社交ダンスがブームになり、今も楽しむ人は多いです。しかし、日本では普段ダンスを踊ることはあまりありません。 パーティーや結婚式でもダンスをする習慣はありません。自分はうまく踊れないし、人前で踊るのは恥ずかしいと感じる日本人も多いようです。そんなダンスが苦手な日本人でも踊れるのが盆踊りです。一曲の中に同じパターンの振り付けが繰り返されるので、 初めての曲でもすぐ踊れます。上手いも下手も関係ありません。みんなで櫓を囲うように円になって踊ります。最近ではオリンピックの PR のために東京五輪温度2020が新しく作られました。東京2020組織委員会のホームページでは ミュージックビデオや振り付けの動画も見られます。皆さんも日本のダンスを楽しんでみてください。